はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日は3月の25日木曜日ですね。今日はこちら東京ディズニーシーにやってきたんですけれども、実はね、3月の22日で緊急事態宣言解除されたんですが、それと同時にですね、再開したところがあります。こちらフォートレスエクスプロレーションですね。ここのフォートレスエクスプロレーションは2020年の7月1日ですね、まあ、ここが再開した時から3月の22日までずっとやってなかったんですね。もう1年以上の休園だったんですけれども、ようやくですね、この前緊急事態宣言が解除されまして、ようやくですね、中に入れるようになったということで、早速ですね、今からこちらフォートレスの中に行ってみたいと思います。はい、フォートレスエクスプロレーションです。もう1年以上ね、やってなかった場所ですね。ここが入り口です。今までここにね、ロープみたいなの貼ってあったんですが、中に入れるようになってますね。ここのアルコール消毒も設置されてますので、中で遊べるよって感じですね。今トゥデイとかもないんですけれども、このね、フォートレスの地図も今現在はないですね。本当はここに地図が置いてあってね、撮り放題だったんですけど、今まではですね、これ以上先に進めなかったんですよ、ロープがあったんで。だけど今はね、入れるようになってます。ここの部屋とか超懐かしいですよ。これとかめっちゃ懐かしい。あとこの音楽もいいですね。このフォートレスのね、音楽とかも超懐かしい。本当久々に入りましたよ。ここはですね、なんかこの魚眼レンズみたいので覗くとね、すごい綺麗に見れるんですよ。すごいですよね、これ技術。イリュージョンルーム、ここが面白い場所です。船を操作できる場所ですね。竜みたいに出てきました。雨が降ってきた。有料なんですけど、ここのレバーで船を操作できます。これはレオナルドチャレンジです。これはまだね、再開してないです。はい、外に出ると今度ガリオン線ですね。ガリオン線にももう中には入れるようですね。行ってみましょうか。ここら辺はですね、子供たちも遊べるゾーンです。このね、樽のところから出ましたね、水が出てきますよ。下はね、ふかふかです。転んでも大丈夫。おお、ちょっとどっから出てくるか分かんないから、ちょっと怖いわ。お、こんな感じでね、水がいろんなところから出てきます。うわ、すごいすごい。
荒ぶってる荒ぶってる、ね、今日はちょっとねまだ寒いですけどね、夏場とかは大人気の場所です。今日の朝ね、ここのトップからハーバーグリーティング見たんですけれども、ここから見てる人いっぱいいましたね。ここ結構ね近くまで最後の方とか来てくれるので、ここから見るのも意外とありだと思いますね。まあ多分4月で終わりだとは思うんですけどね。懐かしいですね本当に。ちなみに一応ここら辺に喫煙所があるんでしょ、そこかな、ここが喫煙エリアだと思うんですけど、そこよりねこっちが来れなかったんですよ今まで、ロープが張ってあって。では久々のガリオン線ちょっと乗ってみますか。ここもねなんか楽しいんですよ、いろんなところにねなんか入る場所ありますから。ただここら辺の上歩くだけじゃないんですよ。これは何をするやつなんだろう。火事を取るんですかね、まあ、こういうギミックがあるわけですね。ロープ巻くのかな、ここに、ま、ロープがあるからね、帆を畳むとか、まあ、そういう感じでしょうか。あ、これも懐かしいですね。ここを引っ張るとですね大砲が発射されます。もう今までやっぱねこういうのが触るのがダメだったでしょうからね。あ、不発だ。そう、連続でするとねこんな感じで不発の時もあります。こういうのも楽しいですよね、ロープが新しくなってる。ちょっとこの辺は暗いですが、なんか研究してる場所みたいなところに来ましたね。剥製があります。剥製、本もいっぱい置いてありますね。道道がいる、あと剣も置いてある。いいですね、なんかこういうの見るだけでも楽しいですよね。子供たちがはしゃぎそう。やっぱ子供たちは楽しいんでしょうね、すごいうわーって言ってますよ、ね、でもねやっぱ大砲とか撃てるんですもん、それはテンション上がりますよね。俺だって本当はうわーって言いたいでしょう。わーって、ここがベッドかな、なんか船乗ってる人たちのベッドみたいなところがありますね。休憩室みたいな感じかな。下に行くこともできます。わあ、いいね。ハンモックみたいなのが、ここにもベッドがありますね。ベッド、音楽が可愛らしい。ここにはなんか潜水するときに使うような道具が置いてありますね。海底を調査するための樽みたいな感じかな、これは。わかんないけど、ね、ここになんか海の中にあったような銅像が置いてあります。研究中って感じですね、これは。面白いですね。ぜひね、アトラクションとかじゃなくてもこういう楽しみ方がありますからね、ぜひ皆さんガリオン線来てみてください。ここは調理場ですね。お、いろいろあります。なんかニンニクもあるし唐辛子もあるしね、なんかグツグツいってますよ。なんか作ってるみたいです。はい、これが1階です。
こういうのもありますよ。ここ回すと絵が変わっていく、なんか怪獣たちですね。海に住む怪獣たちの絵って感じです。さあ今度は2階に上がってきました。すごいね。ぜひこのガリオン船をショーに使ってほしいですよね。まあ、ちょっとねパイレーツサマーは少しだけ使われてましたけどね。ここの向こう側でなんかあの手話してる人とかもいましたしね。宝箱見つけたぞみたいなシーンでここ使ってはいましたけども、なんかもっとねいっぱい使ってほしいですね。そんな感じで。パイレーツサマーの時に手話してた人はここでやってましたよね。こうやってこういう眺めだったのか。いやーいいね、いいですね。こっち側には砦とプロメテウス火山、かっこいいですね。ここら辺の色もどことなく新しくなってる気がしますね。さあ中です。お、これは火事じゃないね、これで舵切ってんじゃないですか。これここにはなんかコンパスみたいなやつがある。ゲームかな。お、ここの椅子は船長かな。すごい立派な椅子がありますね。そしてあったかそうななんか薪みたいのがありますね。ここが船長部屋かもしれない。妖精さんが頑張って水を出してます。船に溜まった水をここから出すって感じですね。さっきの大砲の真上です。できてるかな。あ、できてるできてる。ほら水出てます。結構疲れる。大変な作業ですねこれも。すでにねもう十分遊べてるんですがまだまだあります。今度は上行ってみましょうか。ここにですねレオナルドチャレンジという、まあ、本来でしたら、まあ、ちょっとしたアトラクションがありますね。ここをフォートレスエクスプロレーションを一周回るですね、まあ、ちょっとした探検型のアトラクションですね、まあ、残念ながら今現在はやっていないですね。はい、では上行きましょう。ここがマゼランズです。マゼランズ昔はねブラビシーモとかねここからよく見てましたよ。懐かしいですね。ここからのねブラビシーモがめっちゃ見えるのよ。いやーやっぱいいね、風景が素晴らしい。メディテレーニアンハーバーを一望できます。もうここもね開放されたので、まあ、今度からですねいろいろショーとか復活してくると思うんですけれども、まあ、ここから見るっていうのもねいいと思いますよ。もう一望できますからね、まあ、今度あるビリーブとかねここから見るのもいいんじゃないでしょうか。あそこら辺のねミラコスタにねプロジェクションマッピング映るみたいですからね、ここからもとても見えると思いますね。2階にもあります。ここねよくねそっからさっきも言ったんですけどブラビッシュも見てたんですよ俺。でね子供たちがねこれ引っ張っちゃうんですよね。そうするとねもうブラビッシーモのね音楽がね全然聞こえなくなるというね、まあ、そういう出来事がよくありましたけどもね、まあ、直前になるとねキャストさんここに立ってくれてねあのやらないようにしてくれるんですけど、たまにも猛ダッシュで引っ張りに来る子供たちがいてですね、まあいろんな思い出がありますねここら辺は。ここにね昔ソアリンみたいな、ね、乗り物があったんですけど、それなくなっちゃってるねフライングマシンがあったんですけどね、あれどこ行ったんでしょうね。今限定だといいんですが、でもここに看板あるから今限定なのかな。何もないとねなんか寂しいですもんね。さすがに復活してほしいですね。まさかの何もないという。はい、ではお次ここ行きましょうか。ここもね綺麗なんですよ。
こがまためっちゃ綺麗なんですよ。ぜひね、一眼とか持ってる方はね、ここで写真撮ってみてくださいね。これ回すとね、上のやつが回ってきます。あれだね、すごい神秘的な感じ。綺麗ですよね。さっきの振り子の上ですね。チェインバーオブプラネット、さっきの地球儀みたいなところですね。アルケミーラボラトリー、サンダイヤルデッキ、テレスコープだそうです。サンダイヤルデッキです。いや、今までね、そこまでちゃんと見たことなかったんですけど、こうやって見るとめっちゃ楽しいですね、フォートレスエクスプロレーション。いろんな楽しみ方があります。テレスコープです。TOT ですね。なんか今現在の TOT かな。多分今のはこの辺から映ってたこのタワーオブテラーの映像だったんじゃないかなと思いますね。この下からね、いつもなんか荷物を運んでるような場所があるんですけれども、どうやらここで回収するみたいですね。ここでロープを引いていって、でその樽とかをここで回収するみたいなね、まあ、そんな感じなんでしょうかね。いや、いいですね。もうめちゃくちゃ楽しいね。ここまでね、ゆっくり見たことなかったです、今まで。もっと見とけばよかったな、楽しい。ここは今現在やってないんですけれども、レオナルドチャレンジの場所ですね、ここは。本来だったら空いてます。はい、ということで本日ですね、2021年の3月の22からですね、再開しましたフォートレスエクスプロレーションをご紹介させていただきました。いろんなところにね、ギミックがあったりですね、めっちゃ楽しかったですね。正直もう年パス13年目ぐらいなんですけども、ここまでゆっくりね、フォートレス見たことなかったので、めっちゃ楽しかったですね。ぜひ皆さん、アトラクションとかだけじゃなくてね、こういうところもいろんなところを見てみてください。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。